この絵家球自体は、公家の豪石家の一つで、家族の公爵家の一つ。別称は、陽明伝。近代の著名な人物は、この絵文みこの絵正明。家名は、平安家のこの絵王子に由来する。本姓は、藤原氏で、藤原北家この絵流の着流にあたる。石棺家には、この絵流と九条流があるが、この絵流は、藤原忠道の四男。 九条流は無奥を祖としており、御石家の中で初めて富士市長者を務めたのがこの絵流である。藤原忠道の四男のこの絵元真をかそうとする。その子の奇通が京都この絵の北室町の東の邸宅をこの絵棚と称したことが家名の由来である。家門はこの絵ボタン。お題は京都の大徳寺。この絵元道は鎌倉時代初期に 新幕派の叔父・九条兼実に対抗したことで知られる。鎌倉時代中期には、この池実の四男兼平により高塚酒が建てられた。南北朝時代の一時期には領朝に分裂していた。戦国時代には、小通など石学生家や書家を輩出した。この江崎久は、橋場秀吉を、この池の勇士にするなど戦国時代から、江戸時代にかけて有力な当主だった。 また千百八十五年に、この絵家の召喚となった薩摩藩主の島津氏とは特に強いつながりを持ち、秀吉の九州平定では、大友資料を攻略した後に降伏した島津氏に、大使、全領を安どした。先久の子、この絵信忠は慶史を書いたため、江戸時代初頭に、妹の前子が、古洋勢天皇との間に設けた第四味子、四宮を養子市に迎え、この絵信広とした。 よって、以後のこの池のことを、神別石家とも言う。江戸時代後期のこの池の家領は2862国だった。徳川家成の五代所の忠子や徳川家貞の五代所、稽古も、この池の幼女となった上で、徳川将軍家に腰入れしている。他に、広崎藩主、津軽家とも始終関係を持ち、津軽家は、この池より、家門に、牡丹門を貸しされている。 1884年の家族令の制定に伴い、厚まが公爵に列した。1890年に貴族院が開設された後には厚まは公爵として無選挙で貴族院議員に就任して院内会派を結成し、貴族院議長や東亜同文会会長として活発に政治活動を行った。この池は明治に入り、東京に移り住んだ当初、 学習院のある、目白駅西側、下落合近辺に邸宅を構えており、現在でも、この絵の名を冠するマンションや、施設などが多く存在している。また、下落合2丁目には、この絵集まろ港記念碑が建てられている。集まろの息子で、公爵位を継いだ、この絵文みまろは、1916年から公爵議員として、貴族院議員になり、家族や、 有意者の資格審査をする区内省、捜査と資料の審議員を務め、その後、貴族院議長や東和道文書院委員長などを経て、昭和前期に3度にわたって、内閣総理大臣を務め、1938年には国家総動委員法を成立させ、同法期により、地方の民間電力会社を買収し、強制的に旧大電力会社を組織した。その弟秀丸も指揮者として著名である。 秀丸は文家の家族として死者位を与えられている。豪石家筆頭だったこの池は家族の中でも頂点に立つ別格の存在であり、この絵文丸は天皇の前で足を組んで話をすることが許されている唯一の存在だったと言われる。文丸が医師、戦前に多くの密談が交わされたこの池の邸宅、敵外層は現存しており、敵外層公園として保存されている。 また、京都の北山には、この池の京都別邸である古山荘敷地内に、陽明文庫があり、この池伝来の多くの国宝を含めた貴重な歴史資料が保管されている。第二次世界大戦直後の1945年11月に、このフミマロは、敗戦に立った責任を取るとして、公尺位自尺を申し出、姿勢の平ら人として、余生を過ごすことを願うと記したが、 GHQ により先犯指定されたため、翌12月に服毒自殺した。現当主のこのえただしあは、日本赤十字社社長、国際赤十字赤新月社連盟会長を歴任した。ただしあは、日後細川家出身で、細川森里と文丸の娘、厚子の次男。文丸の長男文隆が、シベリア抑留中に死去したため、この絵家の養子となった。なお、 元内閣総理大臣、元熊本県知事の細川森弘は、ただし明の実刑。また、ただし明の夫人は、三笠宮隆人新王の長女安子。その長男で、次期当主の忠だは、NHK 職員などを経て、現在は、映像作家や宮中加会誌で講師などを務めている。この駅実践は、実施、転戦は、養子、転戦は婚姻関係。 薩摩藩主、島津重秀の三女、有栖川宮隆人新王養子の後、時は延期の養子し、忠房の子、行友を養子とする。薩摩藩島津家一門、島津忠武の長女薩摩藩主、島津成明の養女、この江忠弘の養女、徳川家貞の古代所。旧この江戸時代に、この江家は京都の唐住井まで川の京都御苑内にあった。 その場所は、同志社大学、今出川キャンパスの向かいに位置する。築地塀や建物はないが、大池を囲む庭園は保存されており、九条や死の九条池に対しこのッ地と呼ばれている。池の周囲には、有名なしだれ桜である、この絵桜があり、お花見シーズンには、市民で賑わう。隣には、桂宮邸市があり、こちらには、築地塀や表門が残っている。 奈良の西大寺には、神殿造りであるこの池の万所御殿が移築され、愛禅堂として使用されている。愛知の西尾城には、この池のスキア棟と茶室棟が移築されている。京都の東福寺立中、美写門堂、昌林寺には大玄関が移築され、現在もお堂として使われている。国立歴史民族博物館の急高給料取調べ帳データベースより算出した。 幕末期のこの駅量は以下の通り、ありがとうございます。